山菜ハンター中井こと、黒毛和牛ハンター中井です。なんか道路ちょっと舞茸探しに来てるんですけど、なんか黒毛和牛がなんか脱走してるようです。いやーすごいですね。牧場主の人いないのかな、もしかして襲われちゃう俺。ちょっとみんな渡ってほしいな。どういうことこれ、どういうことですか。ほんとさすがに、さすがにどうすることもできないですよこれ。これはさすがにどうすることもできないですよこれね。さすがに僕でも、いやごめんね、でもちょっと通りたいんだけど。普通にあのキノコ取りに来たんですけど。ちょっとおっかないな、闘牛じゃないから多分襲っては来ないと思うんですけど。マジですかこれ。警察に電話した方がいいかな。追っかないの一応。この子吠えてたからな。襲われたらやばい。やばいやばい、突進されたら終わりだ。強烈ですねこれ。牧場、いやひどい、牧場主さん来ないのかな俺。え、多分今の鳴き声多分そう、あの道路の坂を越えたところにも多分離れているのかな。おやばい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 。やばい。いや、実際やばいっすね。ちょっと。うわ、すごい。あ、ちょっと、この状態、ちょっと、かなり頭数いるんで、ちょっとまあ、なんかあったら、ちょっと心配なんで、ちょっと、こちらの地元、あの、こちらのね、地元の方、市町村にですね、ちょっと問い合わせてみます。区役所の方に。まあ、以上。山菜ハンター。ちょっと舞茸を探しに、山へ向かってる途中。まあ、こういう、ちょっとね、柵からちょっとね、全部、ちょっと牛が逃げ出したようで。ちょっと市町村の方に問い合わせてみたいと思います。以上でした。君たち今ね、あの牧場主さんたちにちょっと言ってきたからね、安心するんだよ。今とりあえずあの牧場の主なのか分かりませんが、近くの、牧場の方に報告したんで、今すぐ来て対処すると思います。いやーびっくりしました。まあいきなりの、まあいきなりこんな状況だったんで、まあちょっと あわやくどうなるか分かんなかったですけど、とりあえずあのね、地元の方がいてよかったです。もうすぐ、なんとか、牛の方はなんとかするそうです。まあ、まあ、一頭たりともね、どっか山に逃げてなければいいんですけど、すごい心配です。こちらの動画、良ければ、グッドボタン、と、チャンネル登録、よろしくお願いします。黒毛和牛ハンター、中井でした。